はい、酒好きな元新潟人の石動画でーす。今回は久々にね、購入しました、恵比寿の、ザ・ホップ2018。恵比寿ザ・ホップ限定醸造。アルコール度数 5.5%、麦芽 100% の生ビールでーす。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数 5.5%。ですね。これ結構昔に買ったんですけど、あれからどう変わってるかなと。久々に飲みます。5年ぶりぐらいに飲むかなこれな、恵比寿ザホップ。そしてこれ、恵比寿。恵比寿のグラス。で、飲みまーす。久々にエビスザホップ。エビスザホップと。洗練されたホップの旨味と上品で爽やかな香り。5月の8日に発売して、こちらはまあ、ローソンで買いました。じゃあ、乾杯。やっぱ味変わってんな、これな。くわー、やっぱり味変わってる。やっぱそもそもエビス自体が味変わったじゃないですか。新しいデザインになってから。やっぱ苦味が減ってんな。ドイツハラタウサンホップ使用。チェコザーツサンホップ一部使用。麦芽 100% で、エビス酵母で長期熟成。やっぱ重みが全然ないっすね。めっちゃ軽くなってます。味が。エビスならではのコク、厳選ホップの上品で爽やかな香り。エビス100年以上の歴史で培った麦芽 100% のコクと上質な味わいをベースに厳選したホップで香りに磨きをかけたエビスザホップ2018。上品で爽やかな香りをお楽しみいただける限定醸造のエビスです。やっぱ、味が、いわゆる上辺だけの味になってる感じがするね。この、下に感じる、重厚で、苦味の強い、コクのある、味が残るような苦味みたいなのが、全然ありませんね。さっぱりして、上辺だけの、すぐ、味が、苦味みたいなのが、すぐ消えますね。まあ、ぶっちゃけて言うと、いわゆるキレが上がったんだよな。エビスはな。キレが上がって、コクがなくなって、苦味もなくなったっていうパターン。これダメだな、これ。香り高いチェコザーツさん、ファインアロマホップ一部使用。厳選されたドイツハラタウさん、アロマホップを使用。さらに香り高いチェコザーツさん、ファインアロマホップを一部使用することで、爽やかにホップ香るエビスに仕上げてます。まあ普通のエビスよかは、まあまずくなった普通のエビスに比べりゃまあ、香りは確かに増してる。全体的に風味は増してるは増してると思いますね。やっぱ今エビス買うっつったら、もうエビスマイスターの、これが一番近いよね。昔のエビスに近いのが、エビスマイスターってやつ。まあこれもギリギリ、まあちょっと、ってなるけど。まあ昔のエビスに一番近いのがこのエビスマイスターってやつ。が一番、近いんじゃないですかね。あと個人的にエビスに近かったのは、
一番搾り、まあ、メーカーは違ってくるんですけど、札幌じゃなくて、一番搾り。一番搾りの、なんだっけ、プレミアムだっけ、瓶のやつだっけ。確か瓶のやつ。あったよね。一番搾りプレミアムってやつ。瓶のやつ。これが一番エビスに近いんじゃないかな。おそらくそこら辺、一番搾りプレミアムあたりが非常に、エビスの、昔のエビスに近い味わいではある。まあ、エビスマイスターは、まあ、実質値上げですからね。実質値上げですからね。値段上がって、昔のエビスをちょっといじくった、若干いじくった感じになって。ただ今のエビスはもう、丸切り、もう別物になっちゃった。本当に舌の奥のあたりに感じる、いわゆる喉のあたりに感じる苦味が、本当にスパッと消えちゃうもんね。昔のエビスはもっとじわーってずーっと残ってたんですよ。うん。こう刺すような苦味がずーっとこう残ってて、それが、まあなくなってしまった。で、やっぱりエビスザホップも味変わってる。それに合わせた味変わってんだ。まあ実に残念ですが、これはあれですね。昔のエビスは、もう帰ってこないという。しかも腹立つのがしれっと変わってるという、何も変化ありませんけど、変わりました、みたいな。しれーっと変わってるパターン。それが一番、まあ、腹立つんですけど。しれーっと変わってるパターン、ようあるんですよ。ウイスキーでも最近、ボーモアがめっちゃ味変わってるくせに、いや、何も変わってません。ただパッケージは変えました、みたいな。味も全然違うじゃねえかって。ちなみにさっき、モンスターエナジーの日本国内限定のキューバリブレっていう味のやつ飲んだんだけど、ダメだねあれ。キューバリブレの薄いコーラになった、薄いコーラになりましたキューバリブレみたいな。なんか炭酸で割ったような味するな、キューバリブレをさらに薄い。やっぱモンスターエナジーはあれでしょ、なんつうかな、通常版、通常の緑色と黒のやつが一番いいっすね。まあレッドブルよかは個人的に好きです。量も多いし美味しいしね。うん、モンスターは普通のやつが一番うめえよ。あと、モンスターじゃないけど、まあ、エナジードリンク系でいくと、まあ、エナジードリンクかっていう、あれ、カテゴライズではないんだけど、デカビタ C が大好きで、普通の瓶のデカビタ C が、美味しいですよね。ああ。オロナミン C とかも当然好きやねんけど、デカビタ C を美味しいよね。量多いし。そもそもがして、オロナミン C を買う、同じ値段で量多いし。あ、これはあれだな。まあ、これはそんなに買いでもないでしょう。2243です。ご視聴ありがとうございました。